皆さんこんにちは、かざねです。大瀬あきらです。この番組は2023年発売となる真っ白色シンフォニーリメイクフォーフル HD、 そして真っ白色シンフォニーサナエディション、さらにパレットに関する情報もお届けしていくラジオです。さらにこの番組では皆さんからのメールも募集中です。メール、あ、メールアドレスわかりますいいえ、もう安心しかないです。もう一回、もう一回。さらにこの番組では皆さんからのメールも募集中です。メールアドレスは概要欄に掲載しております。メールコーナー、その他質問、不相談などなど、ぜひお送りください。やっと読めた。あきらちゃんさ、あれだよね、わかんない、どっからさ生かされてるかわかんないんだけど、これ全部使われたら地獄なんかね、私はね、やり直してるところから、配信乗るのかなって思ったんだけど、最後の綺麗に読めたところがもう半笑いで何かあったでしょっていう感じだったんだけど、ということは多分全部使われますねいいよ。でも私本当にめちゃくちゃ噛む人間だからさ、はい、なんかそんくらい噛んでくれた方が安心しかないんだよね。はい、私なんでここ毎回コピペにしないんだろうってずっと思ってるんですけど、いや同じこと言ってんだよ。文句じゃない。いやそういえばさ、はい、あきらちゃん、なんすか、手元にエナドリがありますけれども、はい、なんか毎回読んでない？エナドリ好きなんですよ。そんなに中毒なんですよ。エナドリって結構糖分あるよね。お砂糖めちゃくちゃ入ってる。入ってますね。でも、うん、なんか朝何も食べずに胃を空っぽのまんまで、うん、のこういうガン決まりのエナドリ飲むと胃がキューってなりません？いや飲んだことないよ、そんなお腹空いてる状態ではなんかやばいじゃん。いやそのなんかシュワーって染みていく感じが、うん、うおーってなるからなるか、ちょっと癖になるっていうか。あー、なるほど。お仕事の前とかは飲むの？それともなんかこう毎朝、はい、絶対飲むみたいな感じ？仕事前飲みますね。あー、朝起きて頑張るぞっていう、行くでみたいな。はい。カナラさんはなんかお気に入りドリンクあるんですか？さっきなんかえらい可愛いドリンク飲んでましたけど。あれはお腹すくかなと思って、はい、なんかスムージー飲んでただけで、したらねめっちゃ酸っぱくてびっくりしちゃった甘いのかなって思って飲んだら酸っぱいやと思って確かにあれめっちゃ甘そうですそうなの、酸っぱかったからもうね二度とかはないよ。だから商品名は言わないでおくね。かしこまりましたということで、まずはタイトルコールからいきましょう。パレットラジオ。改めまして、真っ白色シンフォニーのパンニャ、そしてセナランカ役のカザネです。 2.5 次元ロックアーティストの大瀬あきらです。あきらちゃん、何ですか？最近どうですか？最近どうですかって困るよね、わかる。初めてのラジオの時に、あ、前日に聞かれるから、うん、6個ぐらいなんか考えて言ったのを思い出しません？そういうの。偉いね。考えますよ。あ、これ本当に嫌いな質問。最近どうですか？そう、最近どうですか？最近っていうか、そのなんか日常が、うん、なんだ、特に何もなく終わってくんだ。変化なし。変化なし。起きて、仕事して、寝て、何もなかったら起きて、うん、YouTube 見て、うん、ゲームして、寝て。うんうん、だから語ることないんだけど。なんかある？僕一個、なんだろうな。結構なんかありそう。これはちょっとびっくりしたのが、うん、なんか夜、うん、23時ぐらいに家帰ったんですよ。うん、で、ちょっと換気しようと思って、うん、で、うちの2階パーって上がって、うん、ちょっと換気しようと思って家の中の窓開けてたんですよ。うん、そしたら結構うち住宅街で、うん、他の家が密集してるんですよ。うんうん、で、こう窓をカラッと開けた時にこう向かいのお家が見えるわけですよね。うん、で、カーテンが結構大きいお家で、うん、全開で、うんうんうん、家の中がちょっと見えちゃうんですよ。はいはいはい、なんですけど、あ、誰かいるなっていうのは分かったんですけど、うん、なんか、うん、誰かいると思って、うん、あ、いらっしゃるなと思ってよく見たら、うん、おじさんが、うん、なんかパンイチで、うん、市内振ってたんですよ。なんで？分かんないです。市内？市内振ってて、なんかおじさんが本当にあのもうめっちゃ綺麗な、もうそれはそれは美しいフォームで、じゃあめっちゃ性格とかちゃんとしてそうかね、服とか着てそうだけど、パンイチでした。パンイチって分かるぐらい本当暗い、暗くてね、明かりがで、思わずちょっと私ちょっと動画撮っちゃって。動画撮るじゃねえか。
じゃあどこにもあげないよ。だからこれでツイッターとかになんか、なんかクサクサみたいな、なんか向かいの家の人がパンチで死ねえ振ってます、クサってあげたら悪質だけど、確かに確かに、ちょっと自分の、うん、なんかこうほっこりするっていうか、元気ない時にこれ見て笑おうと思って。別に確かになんかあれ望遠鏡で覗いてるとか故意にやってるわけじゃないからね。そうですそうです。でもなんか見せていいもんでしょ絶対それ。だって見えちゃうもんそんな窓なすとかで。むしろ見ろみたいな感じで。そうそうそう、カーテンゴーンで閉めてなきゃ問題ありますよ。そう、うん、それがちょっとびっくりしたね。さて、今年発売となります、真白色シンフォニーリメイク4フル HD 真白色シンフォニーサナエディションの紹介をね、していきましょう。はい、お願いします。まず真白色シンフォニーリメイク4フル HD、 こちらは2009年に発売された真白色シンフォニーラブイズピュアホワイトのストーリーはそのままに、全 CG のフル HD 化に加えて UI なども刷新。そして真白色シンフォニーサナエディション、こちらは真白色シンフォニーラブイズピュアホワイトではサブキャラでした乾サナをメインヒロインとして一部新規シナリオを追加したサナ推しの方にお届けする作品です。日本同時発売です。ぜひご予約お願いします。詳細は概要欄の公式サイトをご覧ください。はい、そして、はい、今回、はい、ゲストいらっしゃいます。イエーイ、アンジェことアンジェリーナ7つシーベル役のミールさんにいらしていただきましたミルさんとは後ほどアンジェについてもお話ししていきたいと思います。番組の感想はコメント欄またはツイッターでハッシュタグパレラジをつけてツイートお願いします。ということでぜひ最後までお聞きください。ひゃ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 、おひゃひゃひゃ、おひゃひゃひゃ、おひゃひゃひゃ、パレットラジオ第3回、今回のゲストをお呼びいたしましょう。はい、アンジェリーナ7つシーベル役のミルです。お願いします。お願いします。ミルさんだ。私の中でロリ界の巨匠。あ、ずっとおっしゃってますね。じゃ本当に本当にありがとう。ミルさんを超えるロリはいない、うんね、かかってこいや。それはロリです。どっちにどっちにね。まず私が倒します。まだまだだっつって倒してこい。で、まあ、ミルさんとはね、私はもうもちろん、はい、なんか長いお付き合いをさせていただいているんですけども、はい、アキラちゃんと初めましてです。ちょっと初めましてなんです。今日初めまして、うん、はい、アキラちゃんって呼んでもいいですか？ありがとうございます。ご褒美だぞ。ありがとうございます。もじもじしちゃう。アキラちゃんもちろん知って。いや、それもちろん。それもちろん。さまざまなプレイしたゲームの中に登場して。はい、あ、お好きなんですね。あ、はい。怖いよ。怖い。怖い？怖い。じゃあやっぱなんかこうね、女性でもこういうちょっとゲームをねプレイされる方ってめちゃくちゃ多いですけれども、ね、うん、いやもうウキウキでしたね今日。ちょっとテンション上がるよね。あのミルさんみたいな、マジポーンみたいな、そうやみたいな。でもね、なんか最近もう一周回って新人みたいな気持ちでいるから、うん、いろいろこういう大型新人なんでですか、初めましてみたいなね。会ったことがないから、うん、確かになんかこうゲームとかやっぱ一人一人収録する形が多いから、うんうんうん、はい、なんか名前を知ってても会ったことがないってめちゃくちゃいますもんね。そうなんですよね。あとなんか今回ね、うん、こういう作品とかさ、はい、初めてやるっていう方ももちろんいらっしゃるじゃないですか。確かに確かに、誰だこの人、新人かなって思ってくれたらいいなみたいな。でも確かにワンチャン、ワンチャンですね、ワンチャン。作品、あ、まあ確かに作品自体は調べなきゃどのくらい前のものかっていうのは分からないから、うんね、あ、じゃああっちもワンチャン。もう遅いんじゃない。なんでなんで。いや、だって私の場合はあれですよ、しかも人間はやってるけどヒロインやってないから。人間ファンニャだから、え、もうなんか本当デビューしたてかなみたいな。なんでなんでなんで。このパンニャの声、誰だろう。かわいいな。新人かな。新人かな。いいな。私はちょっと新人ですって言ってこうか。
それ見てじゃあ私ゲラゲラ笑ってますね。はい、でまずは皆さんから演じたアンジュの紹介をお願いします。はい、ゆいひめ女子学園の生徒で愛梨ちゃんと同じクラスですね。テスト制クラス 2-T のクラスメイトです。性格は前向きでとても明るくて、すぐに鏡台の生徒たちとも仲良くなりますが、少々行き過ぎてしまい強引になってしまうこともしばしば。そうなんですよね。同じクラス、同じクラスよ。はい、でまた学校に思い出して、何思い出して教室に、あそうね、教室に行っとらん、人間じゃないから、行っとらんのよ。なんかに、なんか草原っていうか草が生えたところが校長室か限られとるね。はい、また学園ではメイド服を着て過ごしています。というのもメイドに憧れを持っていて、いつか自分の使えるべき主人を探すためなんですね。あーそうだ、はい、いい、お帰りなさいませとかね言ってね、校庭校門に立ってますよね。はい、なので学園では野良メイドとして過ごしています主人がいないから、はい、主人がいないんです。いい、いい、すごくいい、いいですね。いやそっか、そうでしたね。そう、野良です、野良野良か。でこれで主人公といろいろね愛を育んでって、そうそう、もちゃもちゃね、本当のメイド兼恋人になっていくみたいな、ね、いい感じですね。いいですね、非常にいいルートです、うん、でアンジュはですね、使えるべき主人を探している野良メイド、うん、はい、ですけれども、はい、皆さんの理想のメイド像などありますでしょうか。うん、これはもうみんな様々なんじゃないですか。いろんなメイド像どうですか。私はね、やっぱり食事がいいなと思って、うん、なんていうの、糖質制限と高タンパクとトレーナーなんかそういう感じのちょうどいい感じの、はいはいはい、これ食べとけばいい感じになれるよっていう、管理栄養士か、うん、それですね。そうか野球選手の嫁みたいな感じそういうね、食事とかおつまみとかね、おつまみこのお酒にはこれが合うよとか、ね、あいいな、しかも夜食べても太りませんよみたいな、そう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 、最高だな、最高、食事系のメイド系のいいいいなるほど。アキラちゃんは。私は甘やかしお姉さんが大好きなので、はい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 、もう全校庭の巨乳の甘々のお姉さんのメイドさんがいいです巨乳じゃなきゃダメなんで、巨乳がいいですないよりはあった方が、もうただいまって帰ってきて、うん、もう疲れた、やだよって言ったら、うん、よし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 お母さん、よし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 、抱きしめてくれんだ、抱きしめてなでなでして、もう私があれがあってね、これがあってね、あれがあってねって言ったら、あきらは悪くないよ、頑張ってるって、それはって言ってくれました。それはメイドなんだろうかそれも、それ多分重きが一番それかもしれないです慰めてほしい、慰めてほしい、なるほどね。風間様は、私は絶対服従のメイドが欲しいそれもメイドなんだろうメイドですって、あのね、風間様はね、いつもね、奴隷が欲しいんだよ、違う私異世界転生ものとかめっちゃ好きなんですよ、うん、異世界ものとかナロー系とか大好物でめちゃくちゃ今送ってんですけど、うん、その中でなんかお嬢様に仕えてるメイドさんって、うん、なんだろう、本当に自分の命よりもお嬢様が大事な人が多いんですよ。だからなんか辺境の地にお嬢様が政略結婚で行ったとしてもついてくんですよメイドが。みんなついてこないけど、そのメイドだけは高欲しい、地元に婚約者がいてもでもお嬢様一筋なんでっつって、すごい想像力が膨らむね違う事実事実、異世界ってそういうですからそういうメイド、異世界に住んでますよ、もうダメだ、そういうメイドが欲しいんです、私のために命をかけてくれる。あでなんか結婚した旦那様は、うん、なんかちょっと冷たいな私に、うんうんうん、冷たいんですよ、うんうん、だけどメイドが戦ってくれん、お嬢様に優しくしてくださいっつって、ああどういうつもりなんですかっつって自分の代わりに言ってくれる、やめて私のためにっつってそういうメイドが欲しい、いいいいいい、絶対的な自分の味方っていいですか、うん、そうそうそう、それ絶対的な、それは絶対服従が欲しいの、うんうんうん、服従、うん、なんか科目で守ってくれるみたいな、あでもそれもいいです、うん、優しく、私だけに優しく、ね、他人に厳しく、でもなんか男だった場合ってまたキャラが違う方がいいですよね、執事、執事、執事、あ、メイドじゃなくて執事ってことね、執事、うん、執事、
いや絶対服従だよね。でも女子トイレだったらどうですか。私はね、おじいちゃんがいい。あーいい、セバスチャンね。うん、あで、あの敵に絡まれたりする時だけおじいちゃんめっちゃ強いみたいな。そうそうそう、昔ちょっとなんかね、普段すごい優しくて、うん、あのお嬢様って言ってくれるんだけど、うんうんうん、なんか戦う時はすっごい強い。分かる分かる。昔暗殺者だったんですよね。そうそうそう。絶対そう、絶対そう。それです、それです。それです、それです。あ、いいな。羊だったらそれか。それですね。いい、いい、いい。おじいちゃん、いいな。おじいちゃん、いいな。それにしましょう。それにしましょう。それ決定ですね。はい。はい、そして、アンジェは常日頃から学園内外か問わず、メイド服を着て過ごしておりますが、うん、皆さんは身につけていないと落ち着かないものなどありますか？ヘッドドレッシュね。ちょ、アンジェ、これ。あー、オンオフが。そうそうそう。かわいいですよね。撮ったら、そうだ、撮ったらね。え、なんか性格変わるんですって。あ、泣いちゃう。かわいい、あれが。泣いちゃう。泣いっつって。ヘッドドレッシュー、ヘッドドレッシュ、かわいい。泣いちゃう。ちょっとね、この赤ちゃんみたいになるんですよね。かわいい、あれが。かわいい。かわいい。確かにそういうのあったな。あった。ヘッドドレスですか？いいですね。今日もよく見たらメグさんはヘッドドレスをされてますね。撮ったら泣いちゃう。かわいい。でもなんかつけます？身につけてる。身につけてる。最近は、はい、アップルウォッチ。アップルウォッチ、はい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 、うん、今アップルウォッチって誰アップルウォッチ、アップルウォッチの、あの寝てる時もつけてる。え、お風呂入る時だけ充電して、うん、あとはずっとつけてる感じ。なん心拍数測れるとか。そう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 、睡眠の質を測ってくれるアプリみたいなのも入って、ね、あったりしてみたいな、うん、あ、それは確かにめっちゃわかる。最近はもうなんかこの時計のバイブだけで起きられる。え、すごくないですか。え、おとなしでですか。うん、え、だからもう 手が震えたら起きる時間みたいな。手が震えたら。いい方。それミルさんのウォッチだけなんか電気通ったみたいな。かわいい。ビリビリみたいな。え、アキラちゃんつけたことある？私はないんだけど。あのね、私もミルさんが今アップルウォッチって言った時に、うんうん、私もそうなんですって言おうと思ったら、私今日アップルウォッチつけたんだよね。あれ？いつもはついてるんですか？いつもつけてたっけ？あのね、あの、当初は嬉しそうに、本当にもう本当に一緒で、もうお風呂もあの外すの忘れて、お風呂つけたままお風呂入るぐらいずっとつけてたんですよ。最近忘れちゃう。え、だってあれで電車乗れたりするんでしょ。乗れる乗れる。ですよね。携帯忘れんだ。いいのか悪いのか。あかん。え、あきらちゃん使ってないんだ。いや、使ってます使ってます。けど、あの充電し忘れるんですよね、あれ。あ、なんかね、ルンバみたいにね、ポンと置いといたら勝手になんか充電器にペッてくっついてくれた間にいて。あれ、ない、ああいうのはないのかな、なんか置くだけみたいな。置くだけのやつなんだけど、置かないとね。置かないと。それすらだからポイってやってたら、ルンバみたいにこうウィーンってこう、磁気で。それは何だ、磁気でくっつくみたいな。じゃあ、アキラちゃんは何、アップルウォッチはもうダメになっちゃったけど。のはずなのに気をつけてない。え、今日たまたまつけてないだけ。いつもつけてんの？つけてますね。本当に？うん、つけてる。と思う、多分。じゃあ、いいよ。私は、指輪ですかね。はい、ああ。なんかあの、お母さんが買ってくれて。うん、何それ。なんか、お誕生日ごとに。うんうん、ごとにってことはいっぱいあるの？何個か、あるんで。あの、まあ、全部はつけないですけど、うん、なんかこう、これもそうなんですけど、それかわいい、かわいい、かわいい、欲しい、ちょっとなんか恥ずかしいんですなんかあの、今まではその指輪とかつける習慣とかなかったんですけど、うん、買ってもらってからはなんかつけてないと落ち着かないなっていう。あ、え、それってつけないやつ、え、いろいろ変えるんですか、指輪って。変える、気分によって。うん、なんかちょっとあまりにもでかいの良くないかなって思って。ああ、なるほどね。つけないやつなんか全部こうネックレスのチェーンに通してここにネックレスにしたいじゃないですか。なんかもうネックレスをつける作業がめんどくさい、ね、指輪のみなんですね。そう、なんかあの大丈夫だと思うんだけど、うん、なんか音鳴りそうで、収録中とか。なるほど。
ですよね。ガチャガチャ、うん、まあ、ちょっとちっちゃいやつとかだったら平気だと思うけど。あ、それはありますね、確かに。そうだから、うん、なんかイヤリングとか、うん、まあ、ピアスは別あれですけど、うん、でもね、揺れるやつとかあるもんね、うんうん、はなんかなかなかみんなつけないな。あ、つけないんですね、あんま。ガシャガシャなるから。はぁ、うん、一時期かんざしにハマったことがあって、はい、かんざしもうジャラジャラなる時があって頭振ったらなるみたいな。つけられない。なんてスリリングな収録だ。えー、でもいいな。え、かんざし、かんざし、うん、え、自分でやれるんですか、こう。やれる、やれる。くるくるくる、ゆってですか。なんかくるってひな、くるってやると刺さる。なんていうの。出た、くるリンパですよ。くるリンパ、笠木様知ってますか、くるリンパ。くるリンパは知ってるけど、くるリンパと違くない。くるリンパ、くるリンパですか。何を言ってるなんかもっともっとくるくるするってことですよね。くるリンパってあれしょ、なんかまとめた穴の中にこう、なんかこう入れる感じだけど、かんざしはなんか違うんですよね、なんか。まあ、髪くるくるするけど、ひねって、ちょうどいいとこに刺すと180度回転みたいな。たった1本で。いや、すごいぞ、1本で。すごいぞ、かんざしって。やばくないですか。その YouTube 私は見たけど。出た、また YouTube 知識。いや、かんざし、もう1本で何でもできんだ。うん、はぁ。でもね、きっちり止まるようにやると、うん、頭痛くなんだ。あ、やっぱそうなんですか。ギューッと引っ張られる。すごい引っ張られるから。へー、剥げちゃう。そう。交代しちゃうじゃん。剥げを恐れる我々。やばい、かんざ、命がけでかんざし。ぜひおすすめのかんざし教えてください、今度。あ、おすすめ。はい。ちょっとできるかわかんないですけど。でもなんかイベントとかでね、あきらちゃんつけそう。ちょっとやってみたいです。ほう、憧れが。いいですね。オイランっぽい子。あ、いいな、おいらの、うん、みたいな衣装着てほしい、肩出して。あ、いいですね、ね、いいですね。そしたら写真撮って送ってね。わかりました。はい、ということで、はい、あとあれも聞きたいんです。皆さんがもうアンジェの魅力。うん、うん、やっぱりね、元気なとこでしょう。確かに元気で、なんか裏表がない。ない、うん、そこがアンジェいいとこ、はい、一番元気、元気ですよね、あの、うん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 、ヒロインたちの中で、うん、元気いっぱいの女の子っていう感じ、代表みたいな。いいですよね、天真爛漫で。そうなのよ、元気だけどヘッドドレス取るとあ、そうそう、ギャップ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 、あと頑張り屋さんのとことか、頑張り屋さん、ちょっとね、なんかいろいろやっちゃうけど、うん、ドジっ子だけど、まあいいでしょ、それぐらい可愛いだから、可愛いだからいいでしょいいでしょあと敬語なの良くないですか。あー、いいかも。私、そうだ、敬語ヒロイン結構ポイント高いんですよ。え、全員に敬語、基本、うん、敬語。あ、でもなんかポンニャにもなんか敬語でしたっけ。敬語敬語、基本基本、うん、すごいぶれない、すごい、なんかグッとくるんですよね、あれね。いいね、なんか敬語がなくなる時とかあるの。そう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 、そこにキュンとくるの。 あるのかな、あるのかな、二人きりになったらどうなるかな。 そこはぜひ買っていただいて、ご確認をお願いしますお願いします。アンジェの魅力について皆さんとお話してきましたが、アンジェをもっと知りたい方はぜひ公式サイトでご確認ください。お願いします。ではここで皆様からの質問を紹介しましょう、はい、ラジオネーム将軍さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カズネさん、大瀬あきらさん、こんにちは。はい、こんにちは。まずは番組放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。マシュライラシンフォニーという作品は僕が初めてプレイした美少女ゲーム作品で、ヒロインの可愛さはもちろんシナリオにとても感動し、さまざまなゲームをプレイするきっかけとなった作品です。すごい。公式ページの制作レポートなどを見ていると、着々と制作も進んでいるようで、めちゃくちゃ楽しみにしています。お二人にも、お二人にも収録当時の思い出や、お二人にも、シナリオを読んだ時の感想などがあればぜひお聞きしたいです。これ多分ミルさんのこと言ってるんですけど、そうですね、あの時の収録の時は見てねえだろ私うーん、どうだったかな、どうだった楽しかったですでもミルさんに聞いていきたいと思います。もうぜひミルさんに聞きたいです。あの時の思い出、あの時の思い出だいぶ前だけどね。確かにそうですね、はい、そもそものオリジナルは、うんうん、でも本当にテンションが高くってアンジェって、うん、それでね、なんかもううわーってなった記憶がテンションどぐいつも高いみたいなあー、それだとちょっと収録も大変ですよね。うん、楽しかったけどね。でもなんかちょっとナチュラルハイみたいになるよね終わった後も声が高いねずっと高いからってことですよねへ、楽しかった、楽しくなった収録前にこう
そのテンションを高くするスイッチとかあるんですか？多分あんまないかも、その場でかも。どう、うん、その場ですね。ね、天才や。いや、なんかモンスター決めてとかはないな。でもなんか皆さん自身が結構こう、うん、元気な方じゃないですか。うん、こう おとなしくなんかっていうよりは日頃から元気。そうですか。違います。ありがとうございます。感じかなって今日お話しした。笑顔だから。そう、笑顔だから。なんかそのアンジェとちょっとそういう元気さは似てるのかなっていう私の勝手な印象なんですけど。確かに。あ、嬉しいです。でもたまにブラックミルミルも出てくるよね。ブラックミルミル。ブラックミルミルが出てくる。そんなことないのよ。もう大人だからさ。あれ今みたいな感じになってて、お、来たぞみたいな。そう、でもやっぱ可愛い声だから、うん、なんか嬉しくなっちゃうね。そう、許されるんですよ。そう、な、これなんだ。そう、許されるんですよ。これずるいよ。ずるいです。もう声で全部が許されてるんですもん。そうです、本当に。え、いいな。めちゃくちゃ羨ましい。羨ましい。なんか逆に苦労したこととかあります？苦労したこと、苦労してもね、全般的に本当楽しくやれて、うん、素敵。特にあったのかもしれないけど忘れちゃった。皆さんなんか多いですよね。そうだ、私ね、すぐ忘れちゃうの。いい、なんか引きずらなくていい。うんうんうん、さっぱり、うんうん、はい。たくさんのメールありがとうございました。初めてのラジオ収録ですが、皆様のお役に立てるよう頑張ります。まずは何を。今回のパートはここまで。次回も引き続きミルさんとお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。最後にパレットの最新情報をお届けするパレットニュースです。これニュースっぽく言った方がいいの？いいじゃないですか。やったことないけど。ちょっとやったことないんだ。いいニュースっぽくってなんだろう。なんだろう。ただいま全然違うんだけど。違うんだけど。どうしたどうした。やったことないんです。ただいま真っ白色シンフォニーリメイク4フル HD、 そして真っ白色シンフォニーサナエディション予約受付中です。イエイ。早期予約特典としまして、対象店舗で予約されたお客様に先着でこちらの色紙をプレゼントします。イエイ。ドドンドドン。こちらの色紙はなくなり次第終了となりますのでご注意ください。あ、そうだからスーッと現れちゃったね。え、さらに各店舗に泉つばす大先生書き下ろしの優勝特典もございます。今回はミル様をお迎えしたので、アンジェの B2 タペストリーを紹介いたします。絵柄はこちらです。ドーン。いつもとは一味違う大人びたバスローブ姿でございます。セクシーですね。ちょっと どうですか。まあ色っぺー。これバスローブに下、これ何、ガーターベルツですね。やだ。あと僕これ僕ね、僕的ポイントを言っていいですか？言って。これね、夜じゃないところなんですよ。わかります、この気持ち。なるほど。おいおいおい、これ朝の朝のおはようのあれですよね、これ。確かに夕方だよね。朝か。朝っぽくないですか？あ、わかんない、ごめんなさい。うわぁ、え、朝っぽくないですか？これチュン、朝チュンですよね、これ。なんか朝焼けっぽいね。朝チュンっぽいですよね。バスローブで寝たのじゃないんですか？あら、ダメよ。はてはダメよ。想像が、いろいろ想像できますね。めちゃめちゃいいです、ほんとに。すごい、なんかこう、背景の色とか見て、時間帯とかも想像するのすごいね。え、でもなんかこの日差し、明るさ、多分夕方かもしれないけど、夕方でバスローブ姿になるにはまだ早いから、みたいな。確かに。ということは、着目がすごい。いや、だってもう僕はこれ、もう今一緒にいるって仮定して見てますからね、この絵から。一緒に。横にいるみたいな。俺のアンジェ。そう、当たり前じゃないですか。何やってるんですか。
かったわ。そうなんだ。我々はそういう気持ちで見てますから。さすがです。は、生えてる？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 生えてますね。うわ、ガーターなんで、多分ここ引っ掛かってるんじゃないですか。引っ掛けなきゃいけないよね。そうだよね。そうですそうです。なんで私ないと思ったんだろう。なんでだろう。どこに引っ掛かる？どこに引っ掛かる？ぜひね、こちら、いただいて、いただいて。もうぜひ、協力。素敵。ゲットしてください。はい、皆様、ね、ぜひご予約お願いいたします。はい、さらに、愛理作のミル先輩の食べストーリーがつく店舗や、サナエディションにも優勝特典として、抱き枕カバー、タペストリーもございますので、詳細は公式サイトをご覧ください。それではミルさん。ラジオ体操の前みたいな。すごい下手くそだったなって思って。ビクってなった。ビクってなった。まあまあ、今回ね、お初めましてでしたけれども。はい、あきらちゃん。もう、もう汗びっちゃびちゃ私。めっちゃ熱い。いや、嬉しいよね。なんか、さ、実際ゲーム内で聞いてた声の方が自分の名前を呼んでくださるっていうのは、本当にご褒美でしかない。いや、本当そうなんですよ。だからそのゲームでは叶わなかった夢が。あ、そうだよね。そうそう。今叶っている。だって大体今主人公男だから。大体ね。でもアキラってワンちゃん。うん。あ、そっか。ありそうですけど。ありそう。なかなかないんですよね。確かに。本当に。ご褒美。はい。今日すごく幸せな気持ちで帰れると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でもまたね、引き続き、はい、次回もね、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、せーの、バイ